君津市は千葉県の南部に位置する市、都市雇用県における東京都市圏、六屋さんは南房総国定公園に指定されている。財政力指数が高く、素行性産業日本第2位の日本製鉄君津製鉄所を有する工業都市。木更津港君津地区に位置し、東京湾沿いは日本製鉄を中心とする重工業地域であり、市街地も君津駅を中心とした。 沿岸部に集中している。内陸部のクルリ地区は JR クルリ線が通り、江戸時代にクルリ藩の城下町として栄え、歴史的町並みが残されている。清澄産、三石産系の地下水は、平成の名水百選、生きた水、クルリに選定され、湧水を活用したカラーの生産量は、日本一である。君津市街地を望む千葉県南部に位置し、県庁所在地である。 千葉市から約の距離である、東京都の都心から40の 50km 圏内である。都市雇用圏における東京都市圏に含まれる。なお、東京都や神奈川県からは東京湾、アクアラインもしくは東京湾フェリーを利用した場合が移動距離の短縮となる。北西部は東京湾に面しており、京葉工業地帯の一角を形成している。内陸部は 暴走給料の山岳が連なる。地域は内陸部に向かって広くなっているのが特徴で、千葉県内では市原市に次いで第2位の面積規模である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.52%減の86,033人であり、増減率は千葉県下54市町村中29位。 60行政区域中35位。歴代市長機密警察署機密市消防本部、国政総務省が発表した2014年度の普通交付税対抗の中で、当市が5年ぶりに不交付団体となった。自前の財政は非常に豊かな市である。機密共同発電所漁港本社、本店を置く企業千葉県立機密高等学校、少林中学校、 高等学校高等学校公立3校、私立1校本市の隣の富津市に所在する千葉県立機密商業高等学校は公名に機密と入っているが、同校の機密は地域名としての機密を指している。中学校公立7校、私立1校小学校公立17校、特別支援学校図書館自動車教習所本市の 隣の木更津市に所在する機密中央病院は、病院名に、機密と入っているが、地域名としての、機密を指している。立山自動車道の延伸や東京湾、アクアラインの開通により、千葉、東京、横浜方面への車による、利便性は大幅に向上することとなった。高度経済成長期には、高速道路やビル建設などに使用される。 コンクリート用の砂が重宝され、再砂場が市内や近隣に存在する関係で、ダンプカーの通行が多くダンプ街道などと呼ばれていたが、現在の通行量はピーク時の半分以下である。市内に空港はなく、千葉県成田市の成田国際空港及び東京都大田区の東京国際空港が最寄りとなる。機密駅くるり駅機密バスターミナル、機密市。 コミュニティバス中心となるバス停留所、機密バスターミナル高速バスは、運行会社東京湾、アクアライン経由立山自動車道、経由路線バスコミュニティバスフれ合いパーク、機密、暴走スカイライン温泉日本温泉協会その他国、県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。